こんにちは。今日は、不倫騒動で話題になっている、東出さんと唐田さんが出演した、寝ても覚めても、こちらの映画について話していきたいと思います。せっかく今、この2人話題になっているので、これを機にちょっと興味を持った方、大体まあ反感を持っている方多いと思うんですが、この映画はすごい面白かったので、ちょっと興味ある方にはぜひ見ていただきたいと思って、今回話していきたいと思います。で、この、寝ても覚めても何が良かったかというと、どこが好きかというと、まずなんか東出さんはネット界隈では大棒って言われてるぐらい、ちょっとその棒読みな感じの喋り方なんですけれども、初っ端これ寝ても覚めてもの中では一人二役なんですが、マルコ良平とトリーバクという役で出てきて、そのトリーバックっていうのがなんかモデルをなんかやってる人みたいな、で不思議なキャラクターなんですけれども、そのなんかつかみどころのないハンサムな、役なんですけれども、その役とその棒読みの感じっていうのが絶妙に合ってて、最初きついのかなってちょっと見てらんないかもって思うんですけど、キャラクターに合ってるなっていう風に見てるうちに、なりました。で、でもう一つのマルコ良平役は、まあ、普通のその、まあ、営業、お酒関係の営業の役なんですけれども、あ、そのトリーバックってその不思議な感じの人とマルコ良平ってその一般的なサラリーマンの人の役、これまあうまいことなんとかなってる。まあいつもの東出さんって言ったら東出さんなんですけど、なんかこうそんなに変な、なんか棒読みをそんなに違和感なく、見れるなっていう。でまあちょっと話が、飛んだんですが、そう、そのこの寝ても覚めてものあらすじが、良平はコーヒーを届けに会社に来た朝子、これが、唐田さんなんですけれども、出会うと、まっすぐに思いを伝える良平に止まないながらも惹かれていく朝子、2人は仲を深めていくが、朝子には良平には告げられずにいる秘密があった。良平はかつて朝子が運命的に恋に落ちた恋人バクに顔がそっくりだったなっていうのが、まあ、あらすじなんですけど、まあそれと、まあそのまあ、大坊と言われている東出さんが、まあ、結構なんかこう役に合ってるというかいうのと、あとこの唐田さんのがまたこれが、まあ、とんでもないことするんですけれども、役の中で朝子という人はなんですが、それがねすごい面白いんですよね。その、まあ、賛否両論、これはもうめちゃくちゃ分かれるところで、反感を持つ、特に女性多いのかな、まあ、もうなんか多分一発で嫌いになると思うんですけど、まあその、まあ、まず大きな衝撃のシーンが一個あり、でもう一個あるんですね、衝撃的なシーンがその後にちょっと、なのに結果そうなるんだっていう、ちょっと、まあ、よくまあ2点3点というか、どういうことって思う流れなんですけれども、でもまあまあまあしょうがないんだろうな、好きって好きだったりってそういうことだよなっていう、まあ私としてはまあまあ朝子の気持ちわかるなっていうところと、最後のこれ皆さんレビューで書いてる方多いんですけど、豆腐ビーツのリバーというエンディングがあるんですが、これもう絶対に最後までこのエンドロール見ないことにはこの映画はもう完成しないっていうぐらい、本当にとにかく素晴らしいです。もうこの曲のための映画だったんじゃないかっていうぐらい、まあ、この映画のための曲でもある
ですが、まあ本当にこの豆腐ビーツのリバーという曲はなんとも素晴らしい。でこの3点が本当に好きなところで、あと途中なんかその気まずいシーンの描き方がうまいとか、あのたわいもないなんかその喧嘩喧あの良平と麻子さんじゃないんですが、の喧嘩でなんか友達同士のその喧嘩があって、まあ、その後に流れて気まずい空気の感じの描き方とかすごいいいなとか、まあ、細かいところはいろいろあるんですが、この3つが、もうとにかく印象に残って、まあ、そのなんかこう衝撃を受けられただけでなっていうか、映画見てよかったなって思いました。で、今回の唐田さん、まあ、映画見た時にも思ったんですが、結城苗さんのを思い出す感じというか、これは本当に女性には好かれない女性だなっていう感じがすごいビンビンに出てる。ちょっとなんか何を考えてるか女性からするとちょっとよくわかんない、なんかおとなしい人なんだけど結構本当にえっていうことを平気でやっちゃうみたいな。で結城苗さんはその昔1993年放送の日テレ系のドラマポケベルが鳴らなくてで、その友人の父と不倫に陥って家庭を壊してしまうっていう役をやって、でそれが本当に素晴らしい演技だったみたいで、それを機にこう結城さんの多分この見た目この人本当にやってそうみたいな、そういう多分そういうことがもう一緒になって大バッシングに発展したっていう、まあちょっとした、まあ結城さんの場合は役がうますぎて、ね、嫌われてしまったっていう、まあ、今回本当に唐田さん不倫してるんであれなんですけれども、なんかそれを思い出しました、映画を見てる時点でも。なのでなんかまあ今回の騒動があってまた改めて見るとすごい感慨深いんだろうなって思うので、ちょっとまた機会があったらまた、寝ても覚めても、見直してみたいと思います。それでは以上です。